。ああ、もうダメだ。お前は信用できねえ。やはり信じられるのは、横スマだけだ。ああ、やっぱこれこれ。ミスト差ついてる奴がやる行動がこれである。やっぱ追い込まれた時に一発逆転は横スマだな。え、嫌な口言って、もう一発もらっときな。もうダメだこいつ。質問コーナー。今回の質問はこちら。スネークの原作はプレイしたことはありますか？質問ありがとうだぜ。いや実は全くの未プレイで、スニーキングってことぐらいしか知らないです。というか何のハードでできるのかすら知らないレベルですね。実際ちょっとやってみようかなって思ったりもしてる。私も未プレイですが、昔いとこのお兄ちゃんがメタルギアやってたの見てたんですが、スネークが捕まって拷問にかけられるシーンがあって、当時小さかった私には衝撃映像すぎて、真っ先に逃げ出したという思い出しかないです。今見ると解像度がそこまでじゃないし別にこのくらいなら平気ですが、もしかすると今ホラーとか流血とかが受け付けないのは、この時のことがトラウマになっているからかもしれませんね。というわけでゲーム知ってるとかから飛躍してトラウマの話でした。そんなわけで皆さんおいっす。スピリッツアリ大会から日常に戻ってきましたとマリサだぜ。やっぱろう。そうは言っても別にやることは変わらんでしょと霊夢です。初戦の相手はパルテナ。もう火力としては十分すぎる感じね。あ、そうそう、前のコメントでパーセントが見えづらいって言われたんだけど、字幕の位置とか変えた方がいいのかな。その辺はどうなのかしらね。他のスマブラやってる方も字幕はみんな下にあるし、もしよければ何かご意見もらえると助かります。よし、この崖展開で倒しちゃいますか。崖に手榴弾を来まして様子に、あとはどうやって動いてくるのか見てればいいと思うんだが、振りに行ってもいいか。ハリッキエット、もっと違うところに注目して。動いてくるかは運だったけど当たったし、よしとしましょうか。というかあれだけパーセントあると普通にクエヌでもバーストできるのね。ほぼ使われないから知られてないけど意外と強いぞ。というかクエヌでバーストできる状況がかなり珍しいんだけど、なんか動き変わったな。めっちゃ暴れてくるようになった。こういう時は落ち着いて手榴弾コンボで火力取っていきましょう。さらっと紹介していいような内容じゃないだろ。なるほど、手榴弾食らっても普通に暴れてきますか。だったら置いておけば。微妙に手榴弾は殴ってもらえずに起爆してないわね。まあでも復帰阻止、復帰阻止。クエヌ置いておいて外に出しまして、ニキータは無理っぽい仕掛けを C4S まで待ちますか。逃すか。いや今の絶対びっくりしたでしょうね。しゃがみから上手を出すのに別にペナルティないしな。 C4 起爆終わってから1フレームで立ち上がる。いやどうすれば1フレームで立てるんだよ。きっと原作でもこの体を生かして敵を投げ倒していくんだろう。スニーキングに最も向いてないタイプ。メタルギアがどんなゲームか分かったところで、何一つ分かってねえよ。そろそろ決めちゃいますか。いや普通に背中殴られてピンチじゃないのよ。きっと本家でもこんな熾烈な戦いがあったんだろうな。爆炎に飲まれるほどの戦いはないだろ。ちょっとこの着地はまずいな。あれ？そこでカウンターなの？さすがに食う前は無理か。それならもう一つのお箱、C4 貼り付け食うした。動いたら、バーストするぜ。あのパーセントで普通にいけるのか。C4 の威力を侮ってはいけない。それじゃあ2戦目行くぜ。お相手はウルフ。しゃがんでればほぼ無敵なのでそれでいなしていきましょうかね。MB は避けるし各種空中攻撃もほとんど食らわないもんね。カービィのしゃがみには勝てないがこいつの姿勢もかなりのもんだからな。いやカービィがおかしすぎるのでは。こういう MB 連打は打ち回避して勝っていきましょうね。別に MB に限らず隙のでかい飛び道具は打ち回避するだけで簡単に枯れる。飛び道具をガードで待つ人結構多いけどこっちの方が断然いいからな。あら逃げられなかったらそのまま割れてたのに。でもガードがないから強引に DA。崖つかまりが先で手榴弾は蹴らず。まあまあでも火力は取れてるからこのままいけちゃいそうかな。空中から差し込みたそうだから上京ガン待ち。やばそうな雰囲気感じてか引いていったわね。お、もしかして上京対策をご存知かこの人。こいつはお祝いだ。お祝いで人を爆撃しようとすんな。このようにスネーク相手に浮かされた時、下手に暴れると手榴弾が飛んできて追撃されるので、皆さんは暴れないように注意しよう。ふざけてるようですが真面目な解説です。ガードめっちゃ削ってるから勝負時ではあるんだが。うわマジかよ、この空母飛び道具のリスク付けに最強の一撃なのに。ジャンプで避けて後式に攻撃ね。飛び道具はマジでガードやめよう。それだけで世界変わる。さっき打ち返しって言ったけど最初はむずいからジャンプでいい。ジャンプで避けられるだけでもう全く世界変わる。イーストブルーと新世界ぐらい変わる。確かにそれもジャンプだけども。もうそろそろバーストいけるか。この人割れそうでも結構ガード張るんだよな。一回下投げてみるか。よし、多分最速で動かない。下投げ上強でバーストね。まあ確定じゃないがな。あれ？今の 159% じゃなかったのね。それどころか下投げも2回やってるから新品じゃないしな。さっきのは下投げのあと1フレーム以内に動いてなくてそのまま上強が入ったな。何も先行入力してないと当たっちゃうってやつね。スネークと言ったら 159% 下投げ上強っていうそこだけ広がりまくって。じゃあそれ以外なら動かなければ上強は打ってこない。なんて拡大解釈されてることめっちゃ多い気がする。なるほど。だからこそ余計にさっきの状況の上強は刺さるのね。変な情報だけ一人歩きするのはダメだよな。自ら変な情報広めてるやつがよな。いやなんでだよ。これやって大敗してるならともかく、しっかり勝ちを収めてるじゃないか。っていうか強いから使ってるんだが、強いっていう時点でもう怪しさしかないんだけど。飛び道具対策とかどうでもいいので横スマを振りまくりましょう。急に IQ が低いスマブラ実況始まった。っていうかもうバーストも目前だな。
逆にここまで来るとダメージ負ってもほぼ変わらんから、手榴弾暴れは仕込みとくかな。ちょっと反応遅れたけどギリギリ当たってくれた。お、やっぱり空中から差し込んじゃいけないこと知ってるな。そう言いながら普通に蹴り飛ばしてるけど。いやもう空中から来て悲しきバーストしないだけ十分だぜ。私の願いの一つが叶ったような気分だ。この調子でどんどんデデデを広めていこう。ジキャラの対策を広めたがる変態型スネーク。というかもうパーセントえげつないことになってるわよ。ニストも落としたしこの障害にもう悔いはないかな。火力取れるだけ取ってこの障害を終えるとしよう。後悔あるとしたらバーストが2つとも地味だったから、来世ではド派手なバーストを決めてやりたいですね。というわけでエキスト終わって新しく生まれ変わりました。まあまあまたここから火力取っていきますかね。いや、これだけダメージあればいけるか。新必殺、前投げ横スマ。また新しい確定コンボを編み出してしまったな。いろんなところから怒られるぞ。任務完了だ。それじゃあ3戦目いくぜ。お相手はモートン。ありえないぐらいめった打ちにされるんだけど、っていうかクージャン切っちまったからこれ何もできねえ。ここまで露骨に復帰の弱さが露呈するのは珍しいわね。普段弱くなるような復帰なんてするわけないしな。まあ復帰が弱く見えないぐらい私が上手すぎるっていうか、そのくらい天才っていうか。早くバーストさせられないかなこいつ。いやでも冗談言ってる場合じゃねえ。本当にこの状況はまずい。ここまで来たら崖橋で一発あるだけでももうやばそうね。避けるのかよ、当たんのかよ。DA の後しゃがんでた姿勢だったけどそのままバースト。いやこんなボコされるのも久しぶりだな。さてはこの人シンプルに強いな。横 B で引いて再び空へ空へ。さっきの反省でジャンプはしないでおこう。おっとなかなか大胆なタクトをしてくるな。くらい上がれ。まったく見当違いなところにクーマイしてるじゃないの。しかも崖めてを受けに失敗してそのままバーストしてるし。なんだよこのクーマイとかいうクソ技。そんなのは絶対使い時だっただろ。もう一発。ああもうダメだ。クーマイは信用できねえ。やはり信じられるのは横スマだけだ。あーやっぱこれこれ。ニスト差ついてるやつがやる行動がこれである。やっぱ追い込まれた時に一発逆転は横スマだな。え、いや何ぶち言って。もう一発もらっときな。もうダメだこいつ。というわけでドーストックにまでも連れ込みました。ダメージ差はそこまでないので丁寧に火力を取っていきましょう。おい賢者タイム入るな。空下からいい展開で DA に持っていけるかと思いましたが、ここはしっかりガードされましたね。先ほどから横 B からの展開で火力を取られていますので、ここはしっかりと動きを見て横 B を使わせないようリスクをつけていきます。実況がマジすぎる。下 B の後引きはかなりのものなのでクーマイも当てていけますね。でも使う技はマリサのままだ。おっとこれは甘えた打ち回避を狩られましたね。先ほど崖で事故があったので避けたかったのですがそれを狙われました。上 B 後に攻撃したので落ち着いて掴みかかり、ここは下投げ、G4 を起爆して卓に勝って勝利ですね。いや危なかったけど勝った勝った。いやもう完全に別人だったんだけど、あまりに気持ちよすぎる展開でついつい賢者になってしまった。賢者じゃなくてあんたは魔法使いよ。というわけでどんな時でも横スマは助けてくれる。ってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるので、よければまた遊びに来てくださいね。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また見てねー。